確かにこれはこの七手塚取りの今までの強さ納得といったところ、これ確かにきつい、これはきついぞ。これどれぐらい、どれぐらい共に夫婦愛を見せられるか分かりませんが、これは確かに厳しい。というわけで改めてチース、誰も知らない狩人こと、イカレタコスケです。この装備、ちょっと前にも動画にした装備だったんですが、歴戦王七手塚取り対策というわけです。で、武器は何を使っているかというと、この通り、ガイラダガー、核に回復能力付与させた対策装備。まずはこいつで行ってみようかなと思います。行くよ、歴戦王七ちゃん。チーズ、どうも奥様、失礼いたします。先ほど体験でちょっとね遊びに行きましたけども、まあサクッとやった感じ、特に強くなったのは見受けられないが、強いて言うならば火炎放射系の火力が上がっているということで、ただこの私のこのガイラダガーの前に、私あなたのね火炎放射が果たしてどれほどの火力を誇れるかといったとこですよ。さあ痛いですね。そしてきつかったのはですね、一番きつかったのはテオテスカトルが来た瞬間ですか、あの瞬間が割と厳しい。さすが歴戦王2体といったところの火力ですね。あれは確かにあの2体だともうルーティーンも何もないですからね、理不尽に削られて殺されてしまう可能性がなきにしもあらずんば、孤児を得ずといったところですが、こいつ自体はそこまで恐れなくてもいいかなと思ったんだけど、七手塚取り自体が結構苦手な人多いんで、まあ万全の体制で七手塚取りの体力の多い版、そして敵の火力多い版と戦うための装備を整えていくのが基地かなと思いますよ。さあこの装備は主にどうやって戦うのかというと、主に、滑走で戦っていきます。いつものことですね、滑走強いですね。うん、というわけで奈々ちゃん、旦那さんを呼ぶかい、うん、旦那さんを呼びますか、旦那さん来てくれますかね、いつも冷たくしてくれてる旦那さんは、うん、やはりここで旦那さんに優しくしておけばよかった、あの時肩を揉んでおけばよかったと、そう思っているんではないんですか。そう思っていなさそうですね。これ自信満々、私を焼き殺す気満々といったところだ。で、あの必殺技もちょっと待って、ちょうど届かないのか、握っているんですか。必殺技もそんなに火力なかった感じしますね。おい、あらしゃー、来たー、ここがと思ったが、やっぱり奈々さんはテオテスカトルさんのようにはいきません。旦那さんをちょっとディスっていくスタイルで、怖い、普通に、まあ奈々テスカトルがね強くなってるからね、普通に強いよね。さあ、嵐はなんで、やっぱ風圧、方向、この2点といったとこですか。今回ね、方向はね対策してないんですけどね、あの流風圧が来ると思っていたんで、これダメかなと、流風圧が来るからダメかなと思ったんですけど、なんか前回あたりから方向が強いモンスターが増えた気がしますね。クシャルダオラもそうでしたね。あらじょっこいしょーの、あらじょっこいしょーの、よいしょー、よいしょー、あー気持ちいい。そしてこのガイラダガーのいいところは、緑ゲージが非常に長いので、あそこを逆に気にせずに、緑ゲージ素の火力の高さと氷属性、解放された氷属性と緑ゲージの長さで戦っていくという、そういった武器になっております。そして滑走なんでね、滑走で火力を底上げしながら敵の攻撃を避けつつ戦っていくという戦い方。ここはもうほんと滑るところがたくさんもうありまくりなんで、まあ、もうこの何つうの、不動とか持ってればね、全然気にすることなく戦っていくことが可能というわけさ。あー届かない、あいけ、あ、しろ、あ、来た、最悪のタイミングで来た、旦那さん来たぞ。
そして白白これ遺恨調停かかわいそうかわいそうに離婚調停だな。ちょっとあんまりかける言葉もなくここの場を去りも去ろうと思いますが、いやもうちょっとね、おいだいだいだ、もうほんと女性の強い時代だな。独立ですねこれ完全にね。まあ確かにあのハンターに襲われてからテオテスカトルが来るまでの時間が、おっおっ、これは復縁か、復縁なのか。私は愛のキューピッド、その復縁お手伝いいたす。あ、ここでテオさんも真の愛に気づく。さあ最高、二人のね、長年連れ添った熟年夫婦のコンビネーションを見せてもらう時が来ましたよ。危ない。いやもうすごいですね、仲良しラブラブブラスターをね、私に攻撃していますね。これほらほら見て見て、テオテスカトルの後ろを常についていく、これがあの旦那さんの散歩後ろ、もしくは3メートル上空を飛んでいく奥様のちょ耳栓は絶対必須だねこれね奥様の姿といったところでしょうか。すごい、上をナナさん、下をテオさん、もう全く隙はないですこれはね。このハンターが入る隙ないなこれな、これはないわ。ほら方向したところにナナさんが猛攻入れてくる。これがテオナラコンビか、まいったね、お熱いねさすがモンスター随一のあの熱々カップルといったとこですかね。じゃあこっちも猫ちゃんとの絆を見せてもらおう、回復してくれ。おい聞いてたか猫聞いてたか。回復してくれ、やばいんだわ。ただ、まあ、弱点とするならばあの二人あんま仲良すぎて若干ハンターが目に入らないところがあるといったところですか。あばばばばば、熱いよ。あー来た、死んじゃ。あ、まあね、女心と秋の空と言いますからね。まあわかりますよテオさん、あなたの言いたいことはよくわかる。しかしそこで怒ってしまってはやはり男が廃ると思うんですね。うん、私も今協力しましたよね。あえて他のマップに行かずにあなた方二人のためにあそこに残ったわけじゃないですか。ここはもう潔く男らしく行きましょう。テオさん、もしくは俺に構わず追っかけろ。男テオ。さ、いるかな？あの二人は、ちゃんと。ディディー！テオテスカトルをプライドが邪魔してしまったんでしょうか？残念ながら、ちょグーラドリンクを切れて、これ大ピンチですからね、ちょっと待って。ちょ。いいんですか？お、だがしかし、あ、すぐそこまで来ている。あと一歩だ。テオテスカトル。そのテオテスカトルの魂、見せてやってほしい。そこまで来ている。だが、プライドが邪魔して、なかなか、この一歩が踏み出せない。お、あとちょっと、二人を隔てるのは、この坂道一本並み。この坂、あれ？あいつ、あの野郎、ちくしょう。ちょっと、俺行ってやらしい雰囲気にしてきます。テオさん、あい、おちょっとあいつ何やってんだ、おい、あいつ何やってんだ、ナナそこまで来てんだろ。すいませんナナさん、あいつ根はいいやつなんですよ。でもまさかここまで行く地なしだったとは俺も思いませんでした。ここはもう僕と幸せになりませんか。あっと
うわ、ナナさん一人でも頑張れる。まあ、とりあえず、二人の育成を見届けたハンターですが、まあ、感想としては、硬い。前回同じような戦い方で、まあ、ちょっと途中テオさんとかありましたけど、歴戦ナナテスカトリに、10分ぐらいでね、適当に、滑走してるだけで勝てたんですが、この装備。割とまだ時間がかかっていますね。まあ、もうこれからどれぐらい体力が減ってるかわかりませんけども、あと耳栓ないととにかく方向回数が多いんでしょうね。回復薬グレートを止められすぎて、回復薬グレートが切れそうです。そしてこの装備は回復をね、治癒をつけていますので、もうローリングしながら、サクサクと HP を回復しつつ、まあ、あんまり、必殺技が来たら、適当に、遠くに避けず、あっつティーティリティ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 って、わざわざ滑り台のあるところに来てくれるなんてありがたい話です。ありがとうございます。気を使っていただいて。思ったら、燃やしに来ましたね。この燃やす技もモーションが分かってればね、ここにいれば食らわないんで、遠くにいればね。そんなにきついことはないですかね。ただまあ、炎系の対策ほとんど全部やってるんで、そういった対策がないと、ミリを削られてしまう可能性があるのと、やっぱ耳栓かな。耳栓があったらだいぶ変わりそうですよ。ほいほいほい。ほいほいほい。ほい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 。ここは滑りやすいな。あ、耳栓くれ。まあ、歴戦シリーズの、あるあるですけど、弱ってからが硬い。あ、終わった。お疲れ様です。まあ、硬いと、まあ、火力高めですけど、まあ、それはこちらも防御力が上がってますし、非耐性も上げられるんで、テオデスカトルが一緒にいるときを一番気をつければ、そんなに、ものすごい強いって感じじゃないですかね。クシャルダオラが割とそのままであんまり強くないっていう話をされてましたけども、ナナテスカトルも、ナナテスカトリも似たような感じですかね。ただ硬いんで自利品にならないように火力と防御スキルの、今回私なかった早食いとかついてなかったからね。その辺のバランスがうまくいけば、そんなに強いモンスターではないのかなという感じでございます。まあ、奈々ちゃんも音が強いからね。てなわけで、皆さんも奈々テスカトリ頑張って。あ、そう、報酬見とこう。ユニバーサルブル、あれ何これ、チケットがまだ存在しないの、配信ミス、あ、俺の考え方で合ってた、あれないよね、え、エンプレスガンマ、普通に考えたらウルズ、キリン、カイザー、クシャナ全部ここに並んでるからあるはずだけど、ないということは、もしかしてまだ配信されちゃったけど本当はまだ、そういうことかい。どうなんですかね。どっちがバグなんですかね。まあとりあえず皆さん、アイテムは手に入るんですが、ハテナ状態なんで、ちょっとこれ、没収となる可能性もあるから、悩ましい家ですよ。あ、でもありますね。というわけで、じゃあ、歴戦王ナナテスカトリでした。なんだこりゃ！お疲れ様です。